フェラーリ156-85は、スクーデリア・フェラーリが1985年の F1、世界選手権で使用するため開発したフォーミュラワンカー。ハーベイ・ポスルスウェイトが設計した。156-85は、1.5リッター V6、ターボエンジン搭載の1985年のマシン、から取られた。126C4 の、後継モデルとして登場した156、 85は完全に新設計の車体であった。エンジンは前年までの V6 ターボの改良版であったが、急廃棄には大きな変更が加えられていた。前年までのエンジンは V バンク外側より休憩し、内側に廃棄されていた。このレイアウトには120度の広角な V バンク内側に2機のターボチャージャーを配置することで、 排気バルブからターボまでの間長を短くする効果があったが、156、85用のエンジンではこのレイアウトが逆転され、V バンク外側に排気管とターボ、内側にインテークチャンバーが配置された。この変更により、車体後部の高さを抑えることができたほか、下級圧の増大によるターボの加熱と V バンクの 内側に2個のターボが押し込められたことによる冷却不足を抑えることもできた。第3戦3割の GP 直前にはフィオラノで4機のターボを搭載したエンジンのテストも行われたが実戦には投入されなかった。第9戦ドイツ GP でアルボレートがシーズン2勝目を挙げランキングトップに立ちアランプロストとチャンピオン争いを展開。 しかしそれまで完走したすべてのレースで表彰台と安定していたアルボレートの成績が以後は乱れ最終戦まで5戦連続のポイントに終わったこの156、85の失速原因について7年後にアルボレート自身が説明しており156、85とプロストのノル MP42 倍とともにドイツの、KK、k k 傾車製のターボチャージャーシステムを 使用していたが、マクラーレンのパートナーであるポルシェが、同国の KKK に、フェラーリに加担しないでと圧力をかけているという、情報を知った、エンツオフェラーリが激怒し、KKK 製ターボの使用を即時に中止し、ターボシステム一式をアメリカのギャレット社製のものに変更することになった。このためエンジンには、大きな使用変更が必要となり、ターボシステムとのマッチングには、 多数の障害が発生した。その解決には当然時間が必要であったし、シーズン終了まで解消されることはなかった。取れると思えたチャンピオンの座は、こうして私の前から消えてしまった、と述べている。第8戦イギリス GP のプラクティスから156、85、B スペックが走り始め、第12戦イタリア GP からレースでも使用されたが、 競争力はかえって低下していた。156-85は、シャーシナンバー079から087までの9台製造された。イギリス GP にて、ステファン・ヨハンソンがドライブする156-85。ありがとうございます。